基本的にテレビの曲は1曲も使わないので全て新曲になります。まだ作ってない結構バラエティーに富んだ感じになると思います。テレビの時もそうでしたけど、こんな感じ直接的にモロッコ音楽を使うということはないですが、多少アラビア風の音楽は少し入ります。いろんなね人がまた歌を歌ってくれてるんですけど、アラブの人にも歌ってもらってて、それがちょっと楽しいまだ撮ってないんだけど、あとカントリーの曲なんかもあるんですけども、これはなぜかカナダ生まれのインド人が歌うことになってます。これね、これです、日本の心勘違いは重要だと思いますね。やっぱりこの新しいものは勘違いから生まれるんだと思いますけどね。ちなみにオープニングの曲はカノさんがパンクだと思って作ったらしいんですけど、大幅に勘違いしてまして、全然パンクじゃありませんとなんか妙にレイドバックした曲になってまして、まあこれも勘違いしてできたものと思われます。勘違いしていいものできてもあんま嬉しくはないんですけど個人的には心と思って作ってバーンといいものだったらそれはどっちの方が嬉しいよね。まあ良ければどっちでもいいんだけど、まあいいや。長かったんですね。あとは監督とちょっと胸ぐらつかみ合うぐらいの喧嘩をし、プロデューサーと鼻血を出すほどに殴り合い。そんな中で生まれてきた作品ですね。もう遠い昔のことなので忘れていることの方が多いんですが、確かに4人は活躍するでしょう。そこら辺が見どころですね。そして音楽も聴きどころがいっぱいだと。これから作ります。